これはですね、フォールドの F シリーズ、ですね。これは、既婚シャーシーがボディパネルをオフマリに使用された大きく丸みを帯びたボディが特徴。当時は、デザインが話題を呼んだんですね。で1999年モデルで F250、F350 がスーパーデティとして、独立。以降は一般的に F150 と別設計になる。2001年モデルでフレアサイド仕様に F158 のクルーキャブ仕様というのが登場しまして、オートバイメーカーのハーレー・ダビッドソンやテキサス州のキングランチ牧場といったタイアップしたものでも多数のモデルが登場し、十字台にも受け継がれている。で、その一方でショート弾性性が乏しく、低いことが、まあ、実証されていたんですね。で、2001年、スポーツカー顔向けで動力性能を持つハイパワーピックアップに認証を受け、F150 をベースにしたスポーツモデル、SVT ライトニングを発表し、V 型インタークーラースーパーチャージエンジンを搭載し、当初は360馬力、最終的に385馬力を発揮。動力性能は、米価で着陸は 13.6 秒、ゼレオン加速は動力加速の 13.7 秒、最高速度が234km という高いピックアップトラックとしては高水準ではある。で、スキットパッドで最大回転数を 0.88 とチェーニング最大してもらう軌道系が、動き、コーナーニングでも高い性能を誇ったんですね。で、この SVT ライトニングは日本におけるニスモのようなメーカーの純正チェーニングカーだったので、ディーラーでも購入ができ、オプションをつけても4万ドル以下という価格も幸いし、嫉妬したんですね。で、日本へは近鉄モータースにより、正式輸入された、車だったということですね。まあ、なかなかこう、いい車かなという感じではありますね。ただこの台が、10台目になりますので、まあ、この台ぐらいで今の車というか近いデザインかな。で、90年代っていう感じの、ちょっと柔らかめの感じのデザインになりますね。で、ちなみにこのフォードの F シリーズっていうのは、1948年からある、車なんですね。で、歴代で、見ますと、まあ、これが10代目なんですが、それからまたさらに飛んで、今12代目ぐらいまであるということです。2009年に発売された12代目まであるということですね。で、結構長いことこれは販売されていた、歴史を長い、販売されていた長い歴史を持つ、まあ、ピックアップトラックということですね。で、そうですね、日本で言うと、ハイラックスのピックアップトラックみたいな、まあそんな感じですかね。で、これがね、あの、F シリーズは、この初代がね、すっとぼけた顔してるんですよ。で、この初代と2代目、初代と2代目が主にすっとぼけた顔してて、まあ、パンプキンとも言われたんですけども、まあ、非常にこのカボチャに似てることからね、パンプキンなんて、もう呼ばれたんですけど、まあ、私これ結構好きなんですね。で、F シリーズはどっちかというと、初代と2代目、まあ、独特な香りしてた頃の、まあ、時代のやつが好きかなっていうところですね。ですから、まあ、独特の顔つきというと、大体、5代目、まあ、5代目だとちょっと、5代目だとね、特徴ではないかなと思うので、まあ、おそらく6代目ぐらいまで、の、まあ、特徴的な、車ですね。ただ独特性が強いといえば F シリーズの、5代目あたりぐらいまでは独特性の強い、デザインだったかなと思いますが、まあ、私この X シリーズは歴代は嫌いではないので、やっぱり歴代全部ね、トミカかトミカサイズぐらいで出してほしいなっていうのが、まあ、あるんですけど、まあ、幸いの F シリーズちょっとトミカでちょっとちっちゃいんだけど、あの F シリーズの初代と2代目はも初代か 初代と2代目ぐらい持ってるんだけどね。で、意外とこういうのね、アメリカとか好きで名車だから、
ホットウィルとかジョニーライトニングあたりでこういうのを歴代作ってほしいなというのをね、こう思うんですけども、今なかなかこういうのはね、いいなというふうに、思いますね。で、上がこんなふうにね、ちょっとここ割れてしまいましたけども、まあこんなふうになっていましてね、この F シリーズの、ミニカーです。で、ちょっとここの方もね、こうピックアップになってちょっと壊れていますけども、まあ、なかなかなもので、どこのメーカーが作ってるのかはちょっとわからないんですが、まあまあ、作りは非常に良いとはちょっと言い難いかな。非常にちょっとこう作りとしては、まあ、新弱な作りといえば新弱な作りなんだけども、まあそういったメーカーの、まあ、車になります。でもなかなかこういった車というのもね、いいなというふうに思っていますね。どうもありがとうございます。